合格祈願に恋愛成就、さまざまな願いを神様に祈るとき、人々は絵馬にその思いを託します。250年前、ここ福井で1世紀以上にわたる空前の絵馬ブームが沸き起こりました。それが無楽堂の絵馬です。無楽堂は江戸時代中期から大正時代にかけて福井城下にあった町絵師の工房、その絵師が代々名乗ったのが万氏という名前です。無楽堂が手がけた絵馬は当時旅の土産として大人気に。旅から無事に帰れたことに感謝を込め、また地域の人々を喜ばせようと地元の神社へ奉納したのです。無楽堂の絵馬というのは物語の絵ですとか大変画題が豊富で、そして復元して分かったことですけども、大変色鮮やかな点がとても魅力的だと思います。デザインや描写が浮世絵にちょっと似ていて、大変ユーモラスな描かれ方が多くて、村のお社に飾られている間村の人たちがとても楽しく見られるようにこう気を配って描かれているなということも大変面白いところだと思います。私たちが例えば映画を見るときのようなそういう興奮とこう楽しみ、そういうものを感じたんじゃないかなと思います。江戸時代の福井を色とりどりの絵馬で彩った無楽堂、その面影は今でも県内各地の神社に見られます。